っていきまーす。意外とうまそうでしょ。もう俺が作ろうかな。スナイプディスコード。スタンミアカデミーっていう名前でスナイプサーバー作んのがいいんじゃないか。ライアットからね、いい回答が返ってきましたよ。もう読んじゃおうと思うんですけど、スタミさんが現在の会話に感じられている不安はとても伝わりましたし、私自身、ロールを愛する一人のプレイヤーとして今まで感じていた部分と共通することも多かったので、早速社内でまずレポートシステムの現状把握に向けて動き出しています。関係者が多岐にわたる&機密情報も多く踏まえているので、すべての進捗をお伝えすることは難しいと思うのですが、なるべくこまめに、どういった動きをしているかスタミさんにも共有していきたいと思っています。過去のゲームを見てもスタミさんからライアットジャパンへの信頼が薄れてしまっているのは理解しています。ただ本件に関しましては私の方でもしっかり責任を持って何かしらの改善の形に持っていけるようもろもろ動かしていくことをお約束します。引き続きよろしくお願いいたします、っていうのがディスコードの個人チャットに来ていました。まあこれは信じるしかないですね。守るしかない。間違いなくプラスなことなんで、これに対してなんかどうせとか言うのはね、ちょっとあんまりよろしくないと思うんで、この画面はもう隠す理由はなくなりました。でもね、夜のカスタムをしている配信者を見てるとやっぱり楽しそうだよ。あれはね、みんなロールをしたくなる。でも感覚で言うとさ、今入り口が狭すぎるんだよな。やりたいと思ってる人がさ、たくさんそこにトライしようとしてもさ、ハマる人がすんな、なんかなんていうの、ベアーって上から降ったものをさ一点に集めてスーッと落ちる、これロートっていうのかな、こういうの、あれを逆にして上からやってるみたいな感じ。今乗るって入り口こんなちっちゃいの、逆ロート。やりたい人はたくさんいるんだけど、厳選が過ぎるんだよね。そのちっちゃい穴に入ってくる人が少なすぎるから。夜のカスタムを見てるとね、やっぱりロールの未来を見てしまうんで、どうしても。影おい。お前なんで撃ったんだ。あー死んだー。うん、絶対勝てないだろ。いけ。味方が倒されました。ウェーブクリア怪すぎだろ、ふざけんな。やりけ。やー今の間に合わねえのかよ、今の間に合わねえのかよ。セーフだろ今のは。舐めすぎだろ。あぶねえ。これどっちだって、これどっちだって、マジかー。マシャッター入ったわ。トリスタンいないぞ。それ3対3だぞ。トリスタン寄ったら4対3。弱サイラスマジで。サモナーが退場しました。最近さ、マジ DM がカオスとかしててさ、最近来た案件がさ、
やばいんだよマジで。映像連動型ホールシンクロやばすぎだろ。いやできねえよさすがに。いやさすがに無理だよ。ちょっと厳しいものあるぞ。また私私的な内容で申し訳ないですが、昔に実は昔からスタミスさんのことが大好き、リーグレジェンド6年ほどプレイしていました。最近マッチングアプリの動画、そしてナナミさんとの動画を拝見していただき、弊社のホールをぜひとも紹介していただけると幸いです。できねえって。どうやって紹介すればいいの。俺はそれをプレイするしかないじゃない。映像連動型だからマジで情けない姿を。ちょっと厳しいわ。映像と連動するホールはちょっと厳しいです。それこそバキドウさんとかもこれは紹介してたらしいんだけど、ツイッチなんで YouTube とは違って編集できないんで、何かしらの事故があったらそれはもうそのまま流れてしまうんですよ。ニコニコの R18 タグって懐かしいな。マジで無法地帯だったよな。最近がどうなのか知らないけど、違法動画のオンパレードだった記憶があるわ。プレミアム会費まだ払ってますか。さすがに払ってないと思って2年前ぐらいに開いたら払ってたからな俺。それを見て解約したわ。みんなも気をつけて。なんかプレミアム継続10年目とかでスタンプもらったら終わってるから。ちょっとそこまでだ。いや構わない。キリングスプリーああ敵を倒しました。ナイス。今日はついてる。もう一回トップに飛んであげたい。今日はついてる。敵を倒しました。エカリブ欲しい。エカリブうわ欲しい。全てはよけてみな。休んでる暇はないぜ。敵を倒しました。やれヘク。はいナイス。いいね。これ取れたのでかいね。おとなしくしろ。敵を倒しました。今の時点で MS が419か。 OK。 輝く金だ。これダクシーでつまなくなっちゃった。うえー全然取ろうとしてないよ。あげたよ全然。いや俺の今までの渾身的なやつで働きを見てくれよ。お前が欲しいって言ったらあげました。オールインだ。そんなに買いたいもんあった。やめとこ。いいよ俺もうブルーなんかいらねえ。マジでブルーとかいらねえ。ヘカリムが全て取れ。TF やってる時は俺クソ楽しいもん。本当に本当に楽しいよ TF やってる時は。俺は最高だもん。敵を倒しました。ウルト使ったから視界は取れないけど。いや危ねえ。やったかと思ったわ。いや、後期が怖くてなぁ。後期怖いなぁ。いや！マジか、やったわ。マジかよ。ついよダブルキル。味方が倒されました。は？
ちょっと一回ピン鳴らしてみていい？味方がタワーを破壊しました。カードを配る。怖い怖い。主導権が明らかにあっちにある。そんなに？ドミネイティング。うわ、後期ダメージ来てるな。ロビットバケの、おい倒れ。間違ったわ。あなたのチャンピオンが倒されました。いや、支えてるんだけどね、ちょっと納得いかないよな。これは足引っ張ってるみたいだもん。違うよね、上半身が強くなったらトランプマンのおかげだよね。忘れないでほしいんだよな。え、引っ張ってはねえだろ、引っ張ってはねえだろ、ふざけんなよ。俺に欲しい、これは、名誉は。ロレが分かってるやつなら俺に送るわ。だな？だよな？だよな？だよな？アゴットは特にわかるよな。俺がお前にしてあげたことがな。12000ダメージ。マジで見栄え悪い、この人。人。熊の化け物とかさ。お馬さんとかいる中で人が頑張ってるんだぜ。